おはようございます。あの木どうなったシリーズ、はい、はい、あの木どうなったっていう声が問い合わせが多数来ております。 ありがとうございます。ちょっとね、棚がまだごちゃごちゃだし草がいっぱい入ってるんですけど、はい、ちょっと見ながら、はい、行きましょうか。これは冬松、やりましたね。このね、なんかちょっと太った気もしますね。うん、ここをバーッと開けてたやつ、あの浜野会長がこう頭をちょっと潰して、起こしてか、こう前に前にね、持ってきて、前田も大事なんだよって言って。これ動画探すの大変だな。いっぱいありますもんね。いっぱいありますよね。これは赤松で、ここに針金を沿わせて、アルミ線沿わせて、はいはい、ラフィア巻いてギュッと潰して、ね、で第2回目でこの辺の枯れた枝をね、一生懸命私針金かけてて、あれこれ枯れてるなって言ったんですけど元気になりました。はい、ね、でここら辺はね、多分保険に取っとこうって言った枝じゃないかと思うんですけど、うん、枝が2つあったんですよね、確かね。だから またやっぱり、取っちゃうかもしれないですけど、これどうするのかな。やっぱこう下下ろしてきて作るんでしょうね。うん、まあ頭と挿絵だと、もう裏がいっぱいあるんでね、ちょっと正面こっちにしてもいいかもしれないですけどと考えます。この辺かな、この辺正面かな、するかこれをもう一回こっちの方でも作りやすいかな。とりあえず元気になったんで。難しい木だな、まね、難しいですね。でもこれはちょっとやっぱりいらない感じしますね。あ、確かに、うん、分かりやすいですね、うん、それやっぱり。そうない方が分かりやすいと思いますね。もうあこれはね、目の前に目の前これをやってますよね。これいっぱいあったやつです、頭がね、うん、でこれ辺全部取っちゃって、あ向こうでね、はい、だけどまだまだ長いです。これ陣がやっぱりこんないらないんで、短く切ってもう少し棚をね整理してですね。これ生きてるんですか、この先。ん、生きてる。あ、これは生きてるんですね。ここはあ、これは生きてますね。それが裏になってる。これ裏になってますね。うん、そうです。これもちょっともう古っぱ掃除しなきゃいけないですね。これをちょっと汚いですけどね、全然やりっぱなしですよね。これでもやってないのかな、ちょっと記憶にないですね。やったやつこの辺にありますよね。やったやつがそこら辺に、ここにある。あ、ここに収集ありましたね。ちっちゃくなりましたね。ちっちゃくなりましたね。多分なんかこれで作れるねって言って、うんうんうん、その通りにしちゃったやつですよね。でもう一個まだやってないのが、あ、これガマズミも、あ、端が、これはまだやってないやつ。これですかね。これは手つかず。手つかずですね。これだけど針金かけて、もうだいぶ食い込んでるんで取んなきゃダメですね。こういうのばっかりですね。これも掃除して、まず針金外しをやんなきゃいけない。ちょっと飛ばしましたけど、この辺の、はい、あ、これもね、金華山ガマズミ。てか昼間さん多いな。多いな。動画にしてるね。多いですね。これサムネ探すの大変だ。サムネ探す大変だ。だからここの長寿梅、これ。あ、これでね、これもやってますよね、うん。これもやりましたね。これもやった。これもやった。やった。あ、そう。でこれあれですよ。あの鉢にね、根の松釜の、はい、はい、鉢に入れたやつですね。これもやった。あ、これもやったですね。これもやりましたよね。サムネ貼ってなかったらすみません。もう私昨日ね動画見たんで、この辺のやつ撮っちゃって、うん、作ったやつね、ひょろひょろって。なかなかこれ難しいねって。これはあれかな、また今度やろうねって紹介だけ、ね、紹介だけしたやつですよね。これこっちだと、これはね私がお気に入りだって言って、これはあんまりまだやってないんですけどね。これも掃除しなくちゃ。これ面白いんですよ。面白い、うん、こういうね、カクっていうね、ここはね、うん、ね、これも綺麗に作りたいっていう、多分自慢話だけしたいですね。このモミジも、やってないかな。これももう掃除しなくちゃですね。これやりましたよ。やりましたよ、うん、って気がしますね、うん。これもう今剪定ギリギリの時なんで作業しなくちゃいけない。あと何もいじってない。そうなんで、紹介だけですね、これね。ああ、これもやりました ね。紹介だけですよね。紹介だけ。だから、そっか、やったやつですね。あの木どうなっただからね。そう、あの木どうなった。こんなに良くなった。こんな枯れたみたいです。うん、枯れた。これは一回あれで掃除と、9月に富山になるよって言って、ちょいってやって荒れてますね。やったっけ。これはね、向こうでちょいあれ良くなったんですよ。ちょいってこうやって、あの、すかして。大した仕事してないですけどね、うん、
まあこんなのもありました。こんなに息忘れてるのかな、うん、9歳も動いてたりして、やっぱほら一番見てるから、ね、そうですね、うん、これもやってた、あ、これやった気がしますね、やった気がするな、これ8がなんかなんとかですって、なんかい、分かりませんけどやりましたね、これね、あの畳み込みばっかりだったけど畳み込まなかったやつ、うん、新しい樹形違うか、それかな、わかんない、新しくない、大して新しくない、あ、モザイクつけてるやつかですかね、あ、これも見たことありますね、これもありますかこっちの方が早いですよね、あ、これ、そうかさっきやったやつさっきやったやつ、この辺はついであるけど次もいいよって、これも紹介だけだな、あと何だろう、どれだろうな、ケヤキとかはね、いっぱいケヤキ、この辺のやつはねやってますけど、まあそこまで大きな変化はないと思う、そう、ないですね、あ、だから向こうに取り木のやつがあるんでね、あとでこんなとかな、あ、これこれこれ、モミジと、あかねと分けたやつ、うん、一時危なかったんだけど元気になりましたね、葉っぱがね、うん、これなら来年作業できますね、うん、あ、ヤマキですって言ったやつですね、あれが今取引中のアカネ、アカネ、うん、ちょっと来年3月出てるかどうか、ここら辺の、あ、これは随所、随所、うん、ひるまさんのこれ残ってますね、うん、まだまだ残ってますね、こんなだいぶ減りましたよ、一本ね、なんか根がビヨーンと伸びたやつがあって、あれと思ったんだけど、あ、どっか行っちゃった、分かんなくなっちゃった、はい、まだ気づいてますね、これが、これだ、あ、これは最近動画 で、ね、うん、こっちが水水がないんでって言って、うん、頭を強引にやって、このこれ気に食わないやつですね、まだね、切った後、うん、この辺にあったんですよね、ここにね、ガクンとあったんですよね、それを削ったってやつですね、はい、でこれは本当はここの幹を見せたいんで出してるんですけど、うん、本当はこれもっと寄せて、はい、こっちをちょっと出すといいんですけど、まあ、ちょっとコンパクトにしてるんで今こうなってますけど、うん、はい、まあ、だんだんにしましょうってやつですね、これはまだまだ途中です、はい、でここら辺があと、取り木のシリーズの環状剥皮だとか、針金そぎ上げ法とか言って結局向いちゃったってやつですよね、うん、うん、でも葉っぱがねみんなすごいツー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 伸びてたんで、うんうん、多分ね出てると思います、うん、来年3月楽しみです、ね、間違えて切っちゃったやつ、ま、間違えて切っちゃったやつだ、ダメでした、はい、一周ですね、切れ込みを入れます、はい、多分ああ多分切っちゃったNG です、あ、こんなことある、あ、あ、焼かれた、あっただ上がダメでした、やっぱり出てこないし、それ枯れてますね、そう、切ったのにルートをつけたってやつですあれみんなに言われましたなんでルートをつけるんだって、で、はい、ダメです、ありますね、これはまたうん、お楽しみですね、これ川崎先生の3000円の、ね、ね、またお楽しみですね、やった木はここら辺は、うん、これ、あ、ここら辺のあれが3本こんな倒れてますけど、初期のねこんなのやっぱりちょっとつまんでね、心拍これとか、あとこれ、あ、これ辺のね、あ、これで枝3本なんか気に食わなくてもう1本抜いたやつですね、これ、うん、これにあってね、枝3本にするんだとかってなんかこれ辺のやつ抜いたような気がした、あ、うん、逆かな、なんかよくわかんなくなっちゃったな、これですよね、これもまた難しいですよね、うん、まあでもこのね、だんだんこの変化も自然になってきて、うん、この辺どう生かすかですよね、ちょっと枝多いですね、上がね、これと、あれあれあれ、これがずっと、あ、経緯を、うん、これ10倍にするやつ、10倍でしたっけ、30倍だ、30倍で500円のやつを30倍、15,000円、うん、なりますよ、これ頑張れば、これだから盆栽世界さんともコラボしたやつですよね、最初ね、そう、1年目でねじっといて、で、あ、 そうか、そうそう、ほらラフィア巻いといて、うん、ドンってお料理みたいだってやったやつですね、で2回か3回やってますからね、そうです ね元気ですね、ちょっとこのあとどんぐらいで30倍になりますかどうだろう、でも1年半かな、今
2年経ったのかな、うんうん、あと1年ですよね。3年計画だ。これ車両1回もう1回あれでも車輪1回削った気がしましたけど、削りましたよね、うん、また埋まっちゃったから、これであれじゃないですか、1万円ぐらいかもしれないですね、綺麗に削ってね。で盆栽世界さんがいたんで、ちょっとサービスでって言って8変えたんですけど、大丈夫です、元気ですね、うん、なんでもうむしろまたねちょっと葉っぱが多くなってきたぐらいですね。はい、うん、これはね、あの最初から見てもらえると勉強になると思うんです、はい、ねじっといてね、ぜひ見てください。そうそうそう、曲げ方もいろいろやったやつですよね。で、あとは多いな、ここら辺どれだろう、まここら辺はあれかな、剪定はしたんですっけ。まあやりましたね、どうも、ね、あとこれもやりましたね、あの五葉松の、これはね、あ、極太みたいなやつ、うん、そう、建て替えたんですよ。あ、これかな、このところを建て替えてこじんまりして、こんな端でしたっけ、端は短いんですよ、すごいいいんですよこれ、うん、やっぱちょっと銀ヤズっぽいような、うん、これだけ太いですからね、こんなのなかなかねなくて、ここら辺の枝操作をどうするか、ここ2つ重なってるんでね、うんうんうん、どっちか抜くのか分かんないから、ね、この枝2つですね、重なってます、うん、これをどうするのかっていうような感じかな、まあ、でもね幹に対してまだ弱いですもんね、うん、枝が、うんうん、そうそうそう、まあ元気ですね、難しいですね。あとどうなったかシリーズだとそっちかな、やっぱりこれですよね、これがこれがダラーンとなってたやつを1回目でこうバキッと、バキッとね、曲げてね、180度のやつ、そう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 、でそうそう、ここを見せたいから、これもリクエストありました、ね、これ正面でいいんじゃないですかね、だからここをもっと綺麗に削んなきゃいけないですよね、もうちょっとね、今はゴテッとしちゃってるんで、ここはなんかね切った後、うん、うん、そうそうそう、もう完全に 切り口がねこんな感じなんで、うん、これやりっぱなしだから、これちょっと針金外しますね、多分ここはね少しもうへこんでると思います、はい、背中に沿わせて、なあ今からやりますか、やりますか、はい、長い動画だな、30分動画これもそういえば T シャツになった、あ、これ T シャツになったやつですね、ちょっと触らないです、でかいこれもあれですね、紹介したやつ、ああこれやりました、うん、ですよね、うん、ここはちょっと危ないな、ちょっと危ない感じしますね、最近ですよね、そうですね、これでもやっぱりかもしれない、あれどこ行った、20枚がなくなりました、あ、これもね、なんかやってる今さ、この後作業しようとしてるんですよね、作業しようとしてる、傷み気を作るためにその周りを両方削ってここを膨らませようってやつで、膨らましてやがてシャリにしちゃう、板シャリをここに作るっていう、まあ肉巻いちゃってるし、だった太ったですねこれね、くっついちゃった、くっついちゃった、あ、ここら辺はなんか畳み込み の例の千葉の方の、はい、出てきますね、いろいろね、うん、こういうのとか、こういうのもだからあれですね、フェスやりましょう、フェスもうね処分しないと、木を減らすためにフェスやったのに、もう元に戻ってるんですよ、9月にやってもう戻っちゃったらねもう聞きれないですもんね、これはね盆栽世界さんで1回やって、これ5位にこれとこれをつなげようって言ったやつですね、まだつながってないですね、まだつながってないですね、もうね、まだこう巻いてるの分かりますよね、ここ、うん、5位につなげよう、5位につなげようってやつです、つなげましょうよ、つなげちゃいましょうよね今チャンスかなと思う、じゃあ、あの赤松と一緒にこれもやっちゃいます か、削るだけ、だけですもんね、削るだけ削るだけあとは勇気だけです、ね、そう勇気だけ、まあ、この間枯れてもっていう覚悟であればここ行けば行っちゃってもこれ枯れるだけですから、うんうんうん、でつながればぐるーっと回って回ってここ行ってこう行ってすごい回ってますよもう、うん、ね一回転かまあいいやちょっとやりますかこれ多分ね動画分けると思います、あったあったあったこれだこれで終われるかな、これで終われるかこれ正直良、うん、くなりましたね、良くなりましたよ ね思い切って購入してよかったですねこれね、うん、編み込んだ、ね、いろんな何本かを編み込んだんですね、そう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 なんですよね、私も初めてやったこれ1月に覚えてるんですよ、去年の1月です多分に、うん、植え替えたんですよね、うん、で冬なんだけども本当監視病を考えると冬でも植え替え大丈夫だろうと、それが伸びてたんで3月の目出し前に切った方がいいだろうということで、うん、上と下を一緒に切って植え替えたっていう
やつですね。枝と根を一緒に切るとそうそうそういいよっていう、いいよっていうですね、まあ、どうかなちょっと切りがないんで、切りがないこんなところで一個一個ゆっくり見たいっていう意見もあるかと思いますが、そうすると尺がすごいことになりそうなんでまたね、この木の続きを見たいみたいなコメントいただけると、その先の作業を、そうですね、そうすれば売らないんで結構だいぶ処分しちゃったんで、そう買う量が多すぎるから大きすぎるからねでも買った方はすごい動画が残ってるんで、やっぱその木が自分の棚にあるっていうのをすごい喜んでくれてる。あ、確かに、うん、はい、ぜひこの木を見たいとかね、あるいはこれを出してくれとかね、うん、あ、出してくれってごめんなさい、あのフェスに出してくれって、あ、売ってくれって、売ってくれとかでもいいですし、はい、まあ、売れるのと売れないのとありますけど、まあ、ずっとねやっぱり継続してやっていくものも必要だと思うんで、あ、気になるのがあるとでやめましょう。あ、これチエさんの締めんのかと思ったのにチエさんの、チエさんのことで始まりちゃった、勝ったやつ、勝ったやつですね、はい、すいませんということで以上タナバン紹介、はい、あの日どうなったシリーズです、シリーズでした、でした、ありがとうございました。今週の京志郎、今週なんですけども、はい、桃樹園の銀貨のアカウントを作りました、うん、桃樹園だってあるじゃん、スロータイム桃樹、え、本当ですか、桃樹園のアカウントあるよ、え、本当ですか、スロータイム投手、本当ですか、概要欄に載せてなかった気にしたもん、カンタさんか、うん、カンちゃんやってるやつ、え、知らんかったの、いや、カンタさんがだってほら高木さん投手園のインスタって言って、本当に昨日あれスロータイム投手は、うん、スロータイム投手がもしかして盆栽 ETC になった、知らないうちに映ってたやつだあいつなんですね、僕もなんか前ありましたよねって言ったら、いやもうないっすよ、あら、盆栽 ETC って動画2本 TikTok に上げてもうやめたやつ、3本ですよ、3本金沢編も、そう、月に1本しか上がらないと有名な TikToker なんですかね、でもこれから出すんじゃないですか、どんなインスタなんでしょうか、はもうやはりですね、当時面の日々の日常を、高木さんの喋ってる時いつもゲイン5を上げてるんで、ゲイン5を上げて喋ってもらっていいですか、わかりました、昼間さんゲイン5を下げるんだから、桃樹園の教室の、楽しいところの様子や、あとは、ま、桃樹園の日常ですかね、こういうなことがありましたとか、新しい盆栽入荷しましたみたいなことを言えたらいいな、高木さんが応援するいきと思います、わかりました、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今週の京志郎これでいいですか、はい、ゆうまさん一言、インスタ始めなくちゃいけない、始めなくちゃいけない、みんなもフォローしないといけないですね、じゃあ見よう見よう、はい、どうこう頑張ります、盆栽級セカンドは OK 出て一周しましたけど、3本あげると言ってましたけどそうですね、はい、心にゆとりがないので、はい、ゆとりをちょっともうちょっと広げて、はい、はい、ありがとうございました